懐にお金を入れちゃった、こんな副市長の問題も、
ません。そういう人たちとのお友達の議員だけでいいのかっていう公正さを求めるべき声を日野市の中に大きく広がっています。本当にあの人で終わらせるわけにはいかない選挙ですので、何としても勝ち抜くために、私田村智子もこの後少し大きな車がやっておりますので、その上からお話をしたいと思います。ご利用に命が大事と清水敏子さん本当に連日訴え出ています。日野市での観光会子どもをおいしい病院に、この清水敏子さん大きくお世話にしていただいて、本当に休止反対健康ではありませんか。日野市と世界の方から大事な大事な国会議員選挙にあります。街頭演説の予定時間になっておりますが、まもなくもう少し大きい車がこちらに到着をいたしますので、しばらくの間お待ちいただきたいと思います。清水敏子さん、連日の奮闘の中で熱く皆さんにこうやってお話しいたします。私、岩本さんとクイーンと田村智子もちょっと待ち時間では足りないくらい清水敏子さんも立派な人を応援したい予定を持っていますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご利用ください。
です。この場所をお借りいたしまして、清水バスト、清水バスト、街頭演説を行わせていただきます。しばらくの間、ご協力をいただきますよう、また、ぜひとも一回をお聞きくださいますよう、心からお願いを申し上げます。清水と野党の共産党と、日本共産党、清水バスコでございます。本日お話をお伺いしますのは、清水バスコ、清水大院さん、消防団長、弁護士の久保田美奈さん、そして、東の市長選挙で大健闘された、市長候補でいらっしゃいました、あるいは、選挙さん、そして、清水俊子候補、最後に日本共産党、田村智子、参議院議員よりお話をさせていただきます。皆さんこんにちは。紹介をいただきました清水俊子都議会に市民応援団の代表の一人であります久保田と申します。さっきの市長選挙のことは有賀さんが言っていただきますが、昨日の不正腐敗、国政は絶対日本には負けていません。赤いファイルがそれを示してくれました。権力者に不都合なことは記録を書き換えても解散しても事実を隠蔽する、それが許される政治体質になっている、行政の体質になっている。これほど腐った政治を許せるでしょうか。許せませんよね。私たちは政治っていうのは今こういう時だから原理原則から考えなきゃいけない。私は弁護士として本当に一言申し上げたい。憲法の前文はあのリンカーンの言葉を引用して、政治っていうものは権力は国民に由来するんだ、国民のための政治をするんだ、そう書いてありますよね。今の政治はその全く逆ではないでしょうか。私たちはこの市長選挙、都議会議員選挙、そして来たるべき衆議院選挙、3つの選挙戦を通してこの腐った政治を市民国民のための民主的な政治に変えていけなければならない。今まさにその先頭に清水さんが立っておられます。清水当選でそのことを示しましょう。憲法15条は言っています。公務員を選ぶ権利は
また辞めさせる権利は国民にある。国民の公務員の選定罷免権と言われているものです。皆さん、この選ぶ権利、辞めさせる権利を行使できる都議会議員選挙が今まさに進行しているわけであります。ぜひ皆さん、一言、いろいろな話が出てくる市民の話題の中で、憲法もちょっと後において、今は私たちが政治を変える時だ、一票がその力を持っているんだ、このことをぜひ伝え合おうではありませんか。清水総選でそのことを示そうではありませんか。よろしくお願いします。大変力強い訴えを、大変力強い訴え、ありがとうございました。続きまして、ありがとうございます。ただいま訴えをしていただきましたのは、清水敏子市民応援団代表として全力で頑張っていただいております弁護士の久保田幸之さんでございました。続きまして、4月の市長選挙で大健闘されます、今は清水敏子市民応援団共同代表として全力で清水応援をしていただいております、有田誠一さんをご紹介いたします。こんにちは。ご紹介いただきました有田誠一です。4月の市長選、本当に悔しい思いをしました。でも皆さん、あの市長選の市民の皆さんの思い、今も続いてます。街頭で私たちが清水敏子さんを都議会へ市民応援団として宣伝をしていると、その熱気が、市民の熱気が今でもまだ残っていて、清水さんに入れたよ、これから清水さんに入れに行くよ、そういう声が続いて返ってきています。市民の皆さん、日野の市政で起こった大事な市民の税金を私物化するという行為、本当に許される行為ではありません。でも日野市は市としてその責任についてちゃんとした説明責任を果たし、自らの非について本当に掘り下げて謝罪をしているわけではありません。ごまかそうとしています。久保田弁護士からもお話のあった通り、国政もひどい、こんなひどい政治を市民が立ち上がって変えなくてはいけない。今回の市議選は、都議選は清水敏子さんが何としても議会へと進む必要がある。今日野の選挙区定数に現職の議員どうでしょう。自民党と都民ファースト、市における立場で言ったら市長選の構図と全く同じなんです。大坪市長を支持した人たち、疑惑に蓋をした人たちが2人、そして疑惑を何としても解明しようとしている、それが清水敏子さんではないでしょうか。そして皆さん、これは議員として都議会で2人のやっていないことを徹底して清水さんに託したいという、私たち、そして市民の皆さんの思いだというふうに私は確信しています。皆さん、市民が動けば政治が変わる。市長選挙は結果を出すことはできなかったけれども、この都議選で市民が一票をしっかりと投じる、みんなが選挙に行けば政治は動かせるぞ、そんな実例を作りたいです。そして皆さん、今危機的状況です。オリンピックと騒いでいますが、感染状況どうでしょうか。外国からもいっぱい選手団や関係者が入ってきて、本当に東京大丈夫なんですか。真夜中の新幹線が走ると言ってますよ。人流抑制どころか、日本中が人流がどん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 増加する、こんな状況を黙って見ているわけにはいかないじゃないですか。何としてもこの都議選で清水さんに都民国民の命を守れという、その皆さんの思いをぜひ一票につなげてほしい。清水さんを何としても当選させたい。
本当に私は思います。そして皆さん、私は清水さんと同じ地域に住み、市議会議員としての活動や地域の運動も一緒にやってきました。本当に信頼できる人物です。太鼓判を押します。間違いありません。こんな清水さんを皆さんの力で今度こそ都議会に送って、都政を変え、国政を変えようじゃありませんか。よろしくお願いいたします。ただいまの訴えは4月の市長選挙で大変化され、現在市民応援団共同代表として清水敏子全力応援の有賀誠一さんでございました。それでは清水野党の共同候補、日本共産党清水敏子より訴えをさせていただきます。ご通行中の皆さん、駅前にお集まりの皆さん、私市民と野党の共同候補、日本共産党の清水敏子でございます。立憲民主党の大河原雅子衆議院議員、社民党の福島瑞穂党首、新社会党の皆さん、そして横におられる市長候補された有賀誠一さん、そして久保田さんをはじめとする市民応援団の皆さんのご支援を受けて、市民と野党の共同その候補者として全力を尽くしてまいります。どうぞ皆さんの大きなご支援をよろしくお願いいたします。私清水敏子はオリンピック中止してコロナ対策に全力を挙げさせてまいります。子どもたちのオリンピック観戦、コロナの前にはオリンピックが見える、こうやって喜んでいた子どもが今は不安を抱えている、親としてもやっぱり心配、そういう声が寄せられました。朝夕の通勤時間帯の電車を使って調布のスタジアムに連れていく、こういう計画なんです。市内8000人の子どもが連れて行かれようとしています。やっぱり熱中症の危険、感染症の危険考えて他の自治体でも中止を決断しています。武蔵野市、三鷹市、小平市、昭島市、23区でも相次いでいます。ぜひこの日野市でも子どもたちを守るためにこれを中止させていこうではありませんか。コロナの下で私たち国民ずっと我慢を強いられてきました。お話を伺った看護師さんはこの1年半ずっと感染が繰り返されて、家族犠牲にしながら働き続けている、もう出口が見えない中で働き続けて心が折れそうだとこう言っています。市内の小学生は去年は移動教室も修学旅行も中心だった、今年の移動と6月できなくて何とかやらせたいと12月で延期して待っています。南平の飲食店の方は厳しい自粛要請でもう限界、こういう声を上げています。こんなふうにみんながギリギリの瀬戸際で踏ん張っている、まさにその時に感染を拡大させること承知でオリンピックが優先なんでしょうか。皆さん、オリンピックのためだったら多少感染が増えても仕方がない、こんな考え方は絶対に許すわけにはいきません。オリンピックよりも命が大事、その皆さんの思いを今度の都議会議員選挙でぜひ示してください。オリンピックは人がやるイベントなんです。政治が決断すれば止めることができます。それを迫る最大の力は今度の都議会議員選挙です。そして7月4日その審判下せばオリンピックまでは20日以上あります。この止めることは十分に可能です。どうぞオリンピックよりも命が大事、その思いは私清水敏子へと託してください。よろしくお願いいたします。私清水敏子はワクチンを速やかに行き届かせる、それと並行して徹底した検査を行ってまいります。目黒区の小学校で
クラスターが発生しました。なんと47人の感染者が見つかった。なんでこんなにいっぱいになったか。35人は無症状だったんだ。検査するまで分からなかったからこんなに広がったんです。コロナは無症状でも人にうつしてしまう。だからこそ検査で徹底して早くに見つけること、これが大事だと思うんです。駅や繁華街や検査センターを置いて、いつでも誰でも何度でも無料で受けられるようにする。高齢者や障害者の施設でやっているように、保育園や学校でも1週間に1回検査やる。もし感染者が見つかったら、目黒区の小学校のように全部の学校の生徒を調査する。こういうことをやって初めて感染は抑えられていくんじゃないでしょうか。その仕事、ぜひ私清水敏子にやらせていただきたいと思います。そして暮らしを守る、事業者を守るための持続化給付金や定額給付金、たった1回で打ち切りなんておかしいと思います。第3弾、ぜひ支給させていきたいと思います。皆さん、このコロナを通じて保健所や医療をずっと削減し続けてきた、この政治がどんなに間違いだったか、皆さん身をもって感じたのではないでしょうか。これからの政治はその教訓を生かして、医療や福祉を大切にする、そういう政治に切り替えていかなければなりません。まずは保健所、職員を増やす、そして廃止された日野の保健所を復活させようではありませんか。そしてこのコロナの下でも公立病院を統廃合する、こんな政府の計画はストップをさせていきましょう。小池都知事がやっている都立病院、公社病院の機能を縮小する、独立採算でやれ、こんなこと言っている計画は必ずストップをさせていきましょう。どうぞ皆さんの大きな声で私清水敏子へとお寄せください。そしてもう一つ、昨日の争点は有賀さんがおっしゃった元副市長をめぐる汚職と税金の私物化です。あれだけ私が解決する、約束します、信じてください、こう言いながら、もう6月議会では手のひら返して、昔のことすぎて覚えてない、こんなことして万引きなんて絶対許すわけにいかない、日野市が隠すんだったら反発権限を持っている東京都政、これ徹底して追及をしてまいります。どうぞ皆さんのお力で私清水敏子を都議会に必ず送ってください。よろしくお願いいたします。昨年の都議会議員の3万5000を超える皆さんからご支持をいただきながら、私は勝つことができませんでした。そしてこの1年間市内くまなく歩いて、さまざまな皆さんからお話を伺いました。バイトやシフトが減らされて、本当に家賃の負担が大変だという学生や若者たちの声、さらに補聴器を買いたいと思うんだけれども20万30万じゃ手が出ないんだ、なんとか補助制度作ってほしいという声、シルバーパスをモノレールにも使えるようにしてほしい、1000円の次いきなり2万510円じゃなくて間に3000円のパスを作ってほしい、生活の足になっているミニバスやワゴンタクシー、もっと本数を増やして買い物やお医者さんに使えるようにしてほしい。そして23区の時には当たり前だった18歳までの子どもの医療費の無料化、日野に引っ越してきたら中学生、所得制限もついてる、これあんまりじゃないかという声、皆さんの願い実現するために都政を動かせばこれを実現することができます。日本共産党は実際にこうした願い実現するための条例を提案したり、予算を組み替えて財源はここにある、こういうことも示しています。しかし今の都議会では自民、公明、都民ファーストが反対してこれを通せないんです。圧倒的多数の皆さんが願っていることが通らない、こんな都議会は市民と野党の共同でぜひ変えていきたいと思います。皆さんのご支援よろしくお願いいたします。
私はジェンダー平等の公共を作ります。このコロナの下で真っ先に雇用を打ち切られたのは非正規雇用の女性たちでした。そして医療や介護や保育の現場で人に触れなければ仕事ができない、そういう現場で感染のリスクにさらされながら働いている人たちの圧倒的多数はやっぱり女性。しかしその声が都政にはなかなか反映されない。なぜかといえば女性の都議会議員が少ないからです。これをぜひ増やしていきたい。そのために昨日から女性の都議を私清水敏子ぜひ押し上げていただきたいと思います。昨日は定数2を3人で争う激戦です。現職2人の壁を打ち破らなければなりません。どうぞ皆さんのお力をぜひお貸しいただきたい。今度の戦いは本当にオリンピック命を懸けた戦いになりました。私清水敏子への一票は命を守る一票です。ぜひお広げいただきたい。そしてこの定数2の日ので市民と野党の共同が勝利をする、そのことは全国の皆さんに政治は変えられる、その希望のメッセージを届けます。今度は総選挙で政権変えようじゃないか、そういう立ち上がる市民を増やします。ぜひ皆さんのご支援を広げてください。心からお願いを申し上げ私の訴えとさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ご声援ありがとうございます。ただいまの心からの訴えは市民と野党の共同候補日本共産党清水敏子でございました。ありがとうございました。それでは最後の名刺をご紹介させていただきます。清水敏子を何としても都政へと駆けつけました。日本共産党副委員長田村智子参院議員でございます。皆さんこんにちは。本当に2つの議席を争って3人ですからね。現職に打ち勝たなきゃいけないという選挙、前日のように市民と野党の共闘候補ということで多くの皆さんにご支援をいただいています。本日も高田弁護士有賀誠一さん本当にありがとうございます。日本共産党の清水敏子さん、昨年夏も市民と野党の共同の候補だとあと一歩だった。この共同が今年の4月には市長選挙でさらに発展をして日野市の闇、不正を正すんだと本当にあと一歩のところまで有賀誠一さんを押し上げていただいた。今度はね、勝とうじゃありませんか、勝ち抜いていこうじゃありませんか。皆さんのご指導は最後の最後まで広げてくださいましたので心からお願いいたします。清水敏子さんはもう原点は困っている人をほっとけない。私も市議会の時の議事録をいくつか読みました。国民健康保険料が保険税が差し押さえられて家賃が払えなくて困ってしまってとうとう生活保護を受けざるを得なくなった。こんな差し押さえはおかしい。この当時ですね、東京都は自治体に差し押さえを競わせていたんですよ。差し押さえの件数が多い自治体にお金でご褒美出してたんですよ。このやり方で差し押さえ件数が日野市でもぐんぐん増えちゃった、おかしいじゃないかっていう質問を本当に怒りいっぱいで繰り広げたんですね。さすがに日本共産党のこういう追及で差し押さえをやりなさい交付金は廃止になりました。これも市民の皆さんと私たち日本共産党労使連の成果だと思うんですけれども、今ですね、自己責任ではない苦しみがこのコロナの下で本当に広がっていると思うんです。その時にあなたは一人で苦しまないで、私がその声を聞くよ、その声を政治に届けて必ずあなたが生きていくことを支えるよと、こう言える議席が日野市から都議会に必要なのではないでしょうか。この高すぎる国民健康保険税はね、もうせめて子どもの保険税分ぐらいはゼロにしなくちゃダメなんですよ。もう差し押さえとかね、こうなんか計画立てて払いって言われても高すぎるんだから、
こういうところに東京都がお金を出すのは当たり前のことじゃありませんか。暮らしを守る都政へと清水敏子さん必ず押し上げてください。よろしくお願いいたします。この都議会議員選挙で一番問われるのは感染の波をどう抑え込むか、そのために東京都が何をやるかではないでしょうか。きっと候補者みんなコロナ対策に全力って言うと思うんです。だけどね、みんながどう考えたって感染の波を引き起こしちゃうなと思うのが東京オリンピックじゃありませんか。これやめろ、この夏は中止するしかない、呼びかけているのは、頑張り抜いているのは3人の候補者の中で日本共産党清水敏子さん、市民と野党の共闘の候補者清水敏子さんただ一人です。私もこの都議選先日ですね、子どもの声を訴えさせてくれって6年生の子どもさんを持つお母さんがマイク握ってくれたんですよ。そのお母さんこう言いました。うちの子はオリンピックに行きたいんじゃなくて修学旅行に行きたいんだって話してると。学校では給食の時もおしゃべりしちゃダメ、音楽の時間はリコーダーの穴押さえるだけで音出しちゃダメ、はしゃいじゃダメ、騒いじゃダメ、どれだけ僕たちは我慢をしなくちゃいけないの。オリンピックやったらまた感染が広がって卒業するまでずっと我慢しなくちゃいけないの。みんな思ってますよ。これを選手以外にも海外から5万人の観客を入れるんですよ。1日一番多い時で20万人の観客がオリンピックに集まるんですよ。夜遅くまで臨時増便で電車を動かして、それはパンデミックの中で絶対にやっちゃいけないことではないんでしょうか。今私たちが学校や幼稚園から子どもをオリンピックに動員するのはダメだと本当に清水敏子さんも日野市に申し入れてね、もう各自治体で私たち申し入れやってるんですよ。これやっちゃダメだって都議選の中で訴え続けてるんです。毎日のように学校からの子どもの動員はやめるという自治体が増え続けています。都議選の訴えが、市民の皆さんの願いが現実に政治を動かしています。子どもの動員おかしいという声、観客入れるのおかしいっていう声、全部清水敏子さんが受け止めますよ。そして私たち日本共産党はやっぱり命をリスクにさらすような政治は認められない。この夏のオリンピックの中止断固として求めてまいります。清水敏子さん、何としてもオリンピックより命が大事と、その一票を広げて広げてお寄せください。風にかけてください。よろしくお願いいたします。感染の波を抑えるためにどうするかも何度も提案してきました。清水敏子さんの言う通り、ワクチンの普及とともに大規模検査やっていくしかありません。ワクチンは今せっかく会社で始まるか大学で始まるかと思ったら、それはやめてくれと政府が言った。一体どうなってるのかと私都議選の始まる直前に政府に説明を求めました。大規模接種で使うモデルナ製のワクチンはトータルでどれだけ日本に入ってくるかは分かってるでしょう。だけどいつどれだけ日本に輸入されてくるのか決まっていないということが分かりました。何にも説明できないんです。自治体が使っているファイザー製のワクチンもトータルでは数を抑えていても7月に入ってくる量は急に落ちます。8月になるといつどれだけ入ってくるかはまだ分かりません。これ仕方がないであるんです。だって全ての国がワクチン必要としてるんですから。だから私たちこれけしからんとは言いませんよ。だけどどこぞの与党さんの党首はね、ワクチンの遅れは共産党のせいだなんていうね、お門違いのこと言ってないで現実見るしかないじゃありませんか。この現実の中でどうやって着実に進めるか、そしてこの現実見ればワクチンの普及は菅総理の言うようにトントン拍子ではいかない。だからこそ大規模な PCR 検査が切迫して求められてるんです。
分科会の尾身会長はどこが感染源か、どこで検査をやれば感染を抑えられるか相当分かってきていると言っている。分かってるんだったら検査やれよって話ですよ。予算つけて体制取って清水敏子さんと一緒にこれ実現させていこうじゃありませんか。そして医療機関が本当に頑張っていただかなきゃいけないんですよね。今コロナの患者さんを受け入れている病院にはやっとまともなお金を国出すようになったんですけれども、その他の病院の経営の苦しさそのままです。発熱外来になったりワクチン接種になったり、みんなで頑張る地域医療全体の減収補填が必要です。それなのにこの東京都は感染症で頑張っている都立病院、公社病院、そこにお金を出すのがもったいない。東京都がお金出さなくてよくしていこう。独立行政法人化、自分で稼げ、こんなことまで狙ってる。これまだ止められます。清水敏子さんを押し上げて、医療は充実こそ必要なんだ、日野市は保健所も作らなきゃダメなんだ、この声を届けていこうではありませんか。ですね、感染の波を抑えるためにも事業者の方本当に苦しんでる。やっぱり何らかの要請のことになりかねないです。今後もそうするとね、もう協力金は細切れすぎて遅くて不十分で、もう持続化給付金出すしかないじゃありませんか。清水敏子さんへの一票は、いい加減まともなコロナ対策をやれという私たちの怒りの一票です。切実な願いの一票です。広げて広げてお寄せいただき、必ず都議会を押し上げようではありませんか。お願いいたします。皆さん、今東京都の在り方そのものがこのコロナの下で問われています。小池都知事は稼ぐ東京ってぶち上げました。アベノミクスも世界一ビジネスしやすい、ビジネスの競争に勝ち抜ける東京、自民、公明、都民ファーストがこれ全部一緒になって推し進めてるんですよ。私、東京都内をこの都議選でも回ってみてよく分かりました。特に23区内、もうね、自動車道路建設ラッシュなんですよ。ここにも作る、あそこにも作る、住民追い出して公園に来たりして、商店街に潰して、道路道路道路、そして再開発。外環自動車道路は陥没事故が起きてもまだこの道路建設を止めようとしない。羽田空港は24時間海外からどんどん人呼び集める。人、物、金を東京へ、東京へ、とりわけ23区内へ。これでね、どうなりますか。私たち通勤電車もっともっと満員になるんじゃないですか。感染症の時代にこんなね、海外からもどんどん人呼び寄せるなんていうのはもはやストップすべきなんじゃないんでしょうか。しかもね、こんな東京都が住民を追い出す、自治体がやることじゃないですよ。清水敏子さんはこの日野市の中で住環境を守ろう、緑を守ろう、こうやってまちづくり条例を皆さんと一緒に実現してきましたよね。やっぱりね、日野のこの市民の皆さんが気づいてきたものを私は都議会の中にも気づかせていかなければならないと思います。日本共産党はこんな大型開発じゃないよ、それストップさせれば、都の予算の中のわずか 1.3% なんですけれども暮らしに振り向けることができる。それで何ができるか、やるべきは住民追い出しじゃない。この日野でもね、公団住宅とか家賃高くて本当に困っている方いっぱいおられる。住民追い出しじゃなくて、住民が住めるように都営住宅の増設が必要なんじゃないでしょうか。若い皆さんへの家賃支援が必要なんじゃないでしょうか。学生の皆さんへの奨学金、東京都独自に出すべきなんじゃないのか。あるいは学校給食の無料化、そしてね、シルバーパス3000円券作らせる、補聴器買おうと思ったら20万30万、東京都が助成を切り出してみんなが会話楽しめるようにする、もっといっぱいのことができます。清水敏子さんを押し上げて、住民犠牲じゃない、暮らしのために
政治に使えと、この声を議会に届けてまいりましょう。よろしくお願いいたします。皆さん、今本当にね、市民の皆さんの運動が世の中変えてきてるんですよ。あの認可保育所もそうでね、石原都政時代はお庭のある保育所とかね、もうお金かかるし認可保育所作らないって言ってた。だけど保育園落ちたっていう運動がぶわーっと東京都内にも広がって、日本共産党の都議団も都有地もっと使え条例提案もやって、今国有地都有地は最優先で自治体に情報を提供して、まず特養ホームや認可保育所、これ作るために使えるように変えてきたんですよ。市民の運動とまさに議会での論戦の力です。またこの選挙でも私びっくりするんですけど、例えばね、学校に生理用品を置いてよ、これ生理ってことが街頭からこんなに訴えられるようになったんですよ。驚きますよね。ジェンダー平等、清水敏子さん2019年ですよ。保育園や学童保育所で働くその人たち、主に女性です。なんでこんなに賃金安いんだ、賃金安くて当たり前にされてきたんじゃないのか。今こういうね、当たり前を問い直して、そうじゃないよ、世の中変えようよっていうムーブメントがまさに全国に広がってるじゃないでしょうか。若い方に対しても日本共産党高速で髪型2ブロック、あの下の方を刈り上げた髪型ですね、世間一般では当たり前で、だって読売新聞の4コマ漫画のコボちゃんって2ブロックじゃないですか。当たり前なんですよ。それが学校ではダメだという、女の子は下着がしろって誰が見るんだって話じゃないですか。これも共産党都議団質問したら全国駆け巡って、今校則見直しの運動ムーブメントがまさに起きてるんですよ。この日野から清水敏子さんを都議会に送り出す、それはまさに日野の市民の皆さんの声で運動で政治を変える流れを作り出すってことではありませんか。公正な政治、正直な政治、命と暮らしに向き合う政治、実現のために何としても清水敏子さん押し上げてください、語ってください。心からお願いをいたしまして、私田村さんからの応援をいただきました。ありがとうございました。ただいまの清水敏子きっと、ただいまの清水敏子きっとの訴えは、日本共産党副委員長田村智子参議院でございました。皆さん、オリンピックになれば数百万と人が動きます。犠牲になった命は人の力では取り戻せない、でもオリンピックは人の力で止められます。小池知事、菅首相がオリンピック中止を言わないなら、都民がオリンピック中止コロナ対応に全力を、この明確な意思を示そうではございませんか。ここ日野からは清水敏子何としても押し上げてください。ご一緒にオリンピック中止決断をさせてまいりましょう。皆さんの最後の最後までのご支援、心からお願い申し上げます。